はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年11月の25日木曜日、現在時刻が17時55分です。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。今日のマーケットですが、アメリカ株式市場ニューヨークダウは9ドル安と小幅に反落いたしました。一方ナスダックは70ポイント上昇いたしまして 0.44% の上げ、ナスダックは3営業日ぶりの反発となりました。今日のアメリカ株式市場ですが、金融セクターが売られる一方、ハイテク関連の銘柄が買われるという展開でございました。それを受けまして本日の東京株式市場日経平均株価ですが、今日の日経平均株価は196円高でした。 0.67% 上昇。日経平均株価終わりには 29,499円ということでですね、東京株式市場は堅調な動きでございました。一方仮想通貨市場ですけれども、今日はですね、仮想通貨市場いろいろと大きな動きがございます。17時56分現在、ビットコインの価格が665万2000円ということでですね、日本円でいきますと665万円台、ドル建てで言いますとビットコイン現在57,687ドルという、昨日と比べるとですね 1.68% 上昇となっております。一方時価総額第2位のイーサリアムですが、現在49万5000円ですね、49万5000円ということで、イーサリアムドル建てで言いますと4291ドルで推移しております。昨日と比べると 0.07% 上昇ということで、イーサリアムは昨日と変わらずの、ね、フラットな価格帯でございます。ただですね、今日もですね、仮想通貨大きく上げている銘柄がね、いくつかございます。特にですね、メタバース関連銘柄、ここのところですね、大きな上昇を続けておりますが、本日も大きな上昇を、ね、続ける値動きが続いております。でメタバース関連ですけども、ヘッドラインニュースが入ってきておりまして、モルガンスタンレーですね、モルガンスタンレーからですね、レポートが入ってきております。メタバースは8兆ドル市場の、メタバースは8兆ドルの市場になるということをね、モルガンスタンレーがね、語っております。8兆ドルの市場になるということでね、これはアメリカの大手金融のモルガンスタンレーですけれども、メタバースの分野を8兆ドル、これがですね、日本円にしますと約915兆円ですね、915兆円規模の市場としてみなしているということですね。まあ、アメリカの大手金融のモルガン・スタンレーがですね、このメタバースのこの将来性に関してですね、これだけのね、市場規模になるということをね、予想しているということで、ますますですね、こういうレポートが出ますと市場参入者が多くなってくるんではないかなと思いますね。モルガン・スタンレーのレポート、実に915兆円規模にね、これから膨らんでいくだろうということでございます。今日もですね、メタバース関連ですが、銘柄ですね、大きく上昇しております。サンドボックスですね、サンドボックス、マナー、エンジンコインなどですね、今日もですね、大きくね、上昇しております。マナはですね、今日はね 27.25% 上昇しておりますし、サンドボックスもですね 19% 上昇しております。エンジンコインもですね 9% 上昇ということですね、相変わらずメタバース関連がですね、強い動きを示しておりますね。でサンドボックスですけれども、これがですね、アディダスがですね、ザ・サンドボックス内のメタバース内のね、仮想空間をね、購入したということですね。この今ですね、このさまざまなこうアディダスやナイキやのね、グッチとか、さまざまなこうブランドですね、まあ、洋服関係、スポーツ用品関連ですね、こういうふうなブランドがですね、メタバースに入ってきておりますね。で、まあ、土地を買ったりということですよね。今、この今、アディダスがですね、今回はですね、このサンドボックスの仮想空間を購入したということですね。これによってですね、昨日から、ザ・サンドボックスですね、サンド大きな上昇を、ね、しておりますね。フェイスブックは先月の、ね、10月29日にメタへ社名を変更して以来ですね、このサンドボックスですけども、実に 600%、ね、上昇しました。600%、つまり6倍ですね、価格が6倍になったということですね。こういうふうにですね、凄まじい上昇を続けているんですけども、またエンジンコインですね、エンジンもですね、
まあ、他のゲームトークンやメタバーストークンも今月ですね上昇しているということで、エンジコインもね 40% から 90% の、ね、まあ、上昇となっているということで、ビットコインのね上昇を、ね、大きく上回ってですね、今本当にこのメタバース関連 NFT 関連銘柄、特にゲーム関連銘柄のですね大きなね上昇を、ね、示しております。メタバース関連銘柄ですね、まあ、NFT 関連銘柄とね結構重なっておりますが、マナであったり、サンドボックスであったり、エンジンコインであったりですね、ここら辺の上昇がね止まらない勢いで続いているということでございます。その他ですけれども、入ってきてます仮想通貨関連のヘッドラインニュースですけれども、イーサリアムですね、イーサリアムのですねバーンの量がですね、イーサリアムのバーンの量が100万イーサの大台を超えるというニュースがですね、これはコインポストさんの方から入ってきております。イーサリアムの相場量が100万イーサの大台を超えたということですね。このイーサリアムですけれども、ここまでですね、バンの量が100万イーサということなんですが、まあ、これがねどうしてこういうことになっているかと言いますと、今年の8月にですねイーサリアム大型アップグレードのねこのロンドンというのがね実装されたんですよね。大型アップグレードのロンドンが実装されて、まあ、それをね、まあ、バンをする仕組みということがね実施されたということで、まあ、想像以上のペースの速さで、この市場にもね在留しされたということですね。で市場の供給量が減少することによってイーサの、ね、希少価値ということが上昇、当然ですねこのイーサがこうバンされて焼却、バンというのは焼却なんですけども、焼却されてるのがなくなるわけですので、まあ、一つ一つのイーサの価格がですね、これ供給がですね上がってくるということでですね、必然的にこう価格もね上がってくるということがありますね。でこの数週間に至ってはですね、1週間あたりのバーンの量ですけども10万イーサに及ぶということですね。でさらにこのバーンの、ね、焼却するスピードが、ね、加速しているということでございます。仮想通貨の、ね、分析企業によりますと、今年の9月以降ですね、イーサリアムのバーン量が供給量を上回ったということでね、もう発行するイーサの量よりも焼却するバーンの量が多いということで、これイーサリアムの価格がですね、1イーサの価格がこう上がりやすいという傾向がですね、これはね今後も続いていくだろうというところがありますね。特にこのイーサリアムというのがですね、今非常にこう、トレンドとなっております DeFi 分散型金融であったりですね、 NFT 非代替性トークンであったり、ね、そういう市場のね活況によるトランザクションがね急増しているということで、まあ、ガス代と言われている、ね、このネットワークの手数料なんですけども、これがね高騰しているね影響もあります。またこれがですねイーサリアムがですね、またイーサリアム 2.0 にねこの多分来年の夏ぐらいあたりに移行すると思われるんですけども、このねイーサリアム 2.0 に移行することによってですね、また、速度が速くなったり、このガス代が安くなったりですね、もうかなりですねこの、すごくねグレードアップすると思われますので、このねガス代の、まあ、高騰なんですけども、まあ、イーサリアムキラーと言われてるね、ソラーナやアバランチなどね、こういう高速処理能力を有するチェーンがね今台頭してるんですけども、レイヤー2ですね、セカンドレイヤーソリューションの発展も促進されているということでですね、まあ、このイーサリアムと同時にこのソラーナやアバランチなどね、この、レイヤー2というこのやっぱ母体となるものですねに関してはやっぱり今価格がね上昇しているというところがありますね。まあこれがまあこのイーサリアムキラーとねソラーナやアバランチがねなる可能性も十分あるんですけども、やっぱりですねこのイーサリアム今本当ですね、まあ焼却も進んでおりますし、イーサリアム 2.0 にこう移行するというね、いろんなまあこれからのニュースを踏まえておりますので、やはりですねイーサリアムがやっぱり強いかなというふうなね印象をね受けておりますね。もちろんソラーナやアバランチもね対抗してくるんでしょうけども、やっぱり主導権握ってるのはイーサリアムかなというふうにね捉えております。その他ですけれども、入ってきているニュース関連としましては、日本の円ですね、円のデジタル通貨、今年度内に、実証再開へということでですね、これもデジタル通貨ですね、円がいよいよですねデジタル通貨の実用化へということなんですよね。
仮想通貨取引所の運営などを行うリーカレットが事務局を務めるデジタル通貨フォーラムで日本円のデジタル通貨の、これね、2021年にこの実証を、ね、開始する計画を、ね、発表したということですね。デジタル通貨の仮称は DCJPY ということですね。デジタル通貨を活用すれば決済や送金によってどのくらいの効率化やコストの削減につながるかの実証をするのが狙いだということですね。デジタル通貨フォーラムは3メガバンクや NTT グループ実在など現在74の主体で構成されているということですね。2020年度中にデジタル通貨やその運用を支えるプラットフォームを実用化させることを目指すということでございます。まあ、いよいよですね、このデジタル円もですね、まあ、これから本格的に動き出すかなというところでありますね。まあ、これによってですね、まあ、通貨というものがですね、まあ、今の現金というものがですね、これがやっぱりもう近い将来ですね、このデジタルに全て変わっていくということは、これはね、まあ、ほぼ間違いない未来ですので、まあ、少しでも早くですね、このデジタル、日本もですね、やっぱりこういうテクノロジーに関してはですね、仮想通貨なんてやっぱ遅れてる面もありますので、やっぱりここもね、早くですね、このデジタル円という、このね、まあ、今、デジタル人民元であったり、デジタルドルであったりね、もう進んでおりますので、この円というものね、これも早く実証をね、していただきたいなと思います。はい。そうですね、今日は入ってきている仮想通貨関連のニュースは、そういう感じですね。それではですね、昨夜のアメリカ株式市場を見ていきたいと思いますが、ニューヨークダウですね、ニューヨークダウは 9ドル安でした。ニューヨークダウですけれども9ドル安、35,804ドル、 0.03% ね、下落いたしました。そしてナスダックですが、ナスダックはですね、70ポイント、ね、上昇いたしました。 0.44% 上昇、 15,845 ドルという価格で、ね、取引を終えました。こちらヒートマップですけれども、昨夜のアメリカ株式市場ですけれども、金融株が、ね、売られる展開になりましたね。よって、まあ、ダウの方は小幅に続落したんですが、一方ハイテク関連が買われまして、ナスダックが強かったというところですね。長期金利がですね、の上昇が、一服で金融株ね、ちょっと売られるという展開があったんですが、現在の長期金利がですね、アメリカの10年債国債長期金利ですが、1.643% とですね、これ5分で見ましょうかね。昨日の高いところ 1.69 まで行ってたんですが、現在ですね 1.645 までね、価格がね下落、長期金利下落してきております。まあ、それでもですね 1.64% とね高い段階なので、警戒水域であるんですが、まあね、高いところから下がってきたというところもあって、金融株がですね売られる展開となりました。また景気敏感株のね、ただ景気の回復はね期待されているということで、景気敏感株の一角にはね買いが入っているというところですね。アメリカ株式市場ですが、こちらヒートマップ、ですね。まあ、特にですね、昨日はですね、NVIDIA ですね、半導体の NVIDIA、 こちらが4%、 3% 高だったんですかね、 NVIDIA 3% 高でしたし、テスラもね、高かったというところですね。マイクロソフト 0.07% 上昇、 Google 0.23% 上昇ですね。 Facebook もね、Facebook はメタですけども 1.13% 上昇しておりますね。Amazon は小幅 0.01% 上昇、テスラが 0.63% ね上昇ということとなりましたね。で、NVIDIA は 2.92% 上昇でしたね。Apple は 0.33% 上昇ということですね。で、金融株ね、 JP モルガン 0.786% 下落で、バンコブアメリカも、バンコブアメリカは 0.276% 上昇ですか、小幅に上昇していますね。そういう感じですね。アメリカ株式市場ですけども、ね、半導体の一角などにも買いが入ったというところでございました。で、現在の、ね、先物の方ですけれども、先物は、ね、18時10分現在ですが、
上昇しておりますね、少し上昇する形となっております。それで動きましたね、本日の東京株式市場なんですが、今日はね196円高でした。東京株式市場ですね、日経平均株価は196円高だったということですね。29,499円、 0.67% 上昇でしたね。トピックスは 6.57 ポイント上がりまして 0.33% 上昇、2025ポイントですね、トピックス。一方ですね、マザーズがこちらが下落いたしました。マザーズはこちらがですね 0.42% 下げましたね、 4.76 ポイントの下げ、マザーズが安かったというところですね。まあ、それが東京株式市場なんですけれども、今日の日経平均株価ですけれども、主力の銘柄にはね買いが入ったというところでございます。そうですね、まあ、昨日ね日経平均株価500円近くね下落する場面もあったので、まあ、自立反発のね買いも入ったというところで、上げ幅は今日は一時には260円ね超える場面もありました。またアメリカの長期金利が上昇一服というところもあってね、ハイテク株もね買われたというところがありましたね。今日のね東証一部ですけれども、値上がりが1091銘柄、値下がりがね925銘柄だったということですね。まあ、東京株式市場なかなかこう3万円をトライする位置までつけてるんですが、なかなか超えれないというところについてと思うんですけど、今後ね、まあ、何らかのこういい材料が出ればこう一気にいくかなと思うんですが、まあ、ちょっとなかなかやっぱりね上値はね抑えられる、ね、展開続くかなという感じでございます。で、為替の方ですけども、為替ドル円ですね、115円です。ドル円ですが115円と363円ということですね。115円と362円ということで、115円台と、ね、ドルが、ね、買われる状況となっておりますね。ユーロ円は129円と431円ということですね。まあ、相変わらずドルが今ですね高い状況で、まあ、金利の、ね、上昇も、ね、気になるかなというところですね。ここら辺の、ね、ドルの動きも、ね、ここも、ね、しっかりと、ね、チェックしていく必要が、ね、あるかなと思っております。それではですね、仮想通貨関連ですね、現在の価格帯をねもう一度見ていきたいと思います。ビットコインですが664万1000円ですね、5万7556ドルで推移しております。イーサレムは49万4000円、イーサレムは、4282ドルでね動いております。今日ね上げてるのがですね、そうですね、バイナンスコインはね 4.2% 上昇してますね。バイナンスコインですが 4.2% 上昇、そしてソラーナ今日下げておりますね。ソラーナは207ドル、 6.53% 下落しておりますね。そしてカルダノエーダ、カルダノエーダはこちらは 1.62 ドル、3.76% 下げておりますし、そうですね、ポルカドットもですね 3.23% 下げておりますね。同時コイン 4.95% 下落しておりますね。なかなかこう厳しい状況続いているんですが、リップル XRP は1ドル下がっておりますね。118円です、リップル現在。1.67% 下落というところですね。で、そんな中大きく上げているのがですね、今日はね、リスクがですね、420円と 9.88% 上昇しております。あとですね、ビットコインキャッシュ7万円に乗ってきました。6% ね、上昇しております。ビットコインキャッシュね、6% 上昇ですね。そして今日ねモナコインがね大きく上げてるんですね。モナコインね209円で 25% ね 25% 上昇してます。大きな上昇ですね。で、クアンタムが1780円、クアンタムが 8.38% 上昇です。で、 BAT もね大きく上げてます。 BAT ね148円 24% 上昇、大きな上昇です。 24% BAT 上昇しております。で、 IOST は 4.7円、 0.11% 上昇で、エンジンコインはね551円、エンジンコイン上げてきました。550円です。 9.4% 昨日と比べると上昇、昨日もね 20% ぐらい上げておりましたので、さらに今日 9% 上昇ですね。
まあ、そういう感じでですね、大きな上昇ね、仮想通貨で市場ですね、ちょっと主要な通貨からちょっと若干こう時価総額が10位以下の銘柄が今日大きく上げてるかなと思いますね。リスクが 10%、 モナコインが 25%、 BAT が 24%、 エンジンコイン 8%、 クアンタム 8%、 ビットコインに対して 6% とですね、今日はですね大きく上げてる銘柄がですね、これ緑が上げてる銘柄ですけれども、まあ掃除でこうパッと見ると赤が多いんですけども、中で緑の大きく上げてる銘柄が多々あるかなという、そういうふうな仮想通貨市場ですね、現在の状況でございます。それではですね、今日入ってきてる市況関係はね、そういう感じですね。今日ね入ってきてるニュース関連としましては、東京は感染者27人ということでしたかね。東京都の感染者数は27人ということですね。まあ、国内ではですね感染者数は減少傾向にあるんですが、今ヨーロッパの方、そして、またアメリカの方もですね、今ヨーロッパのオーストリアではロックダウンもね、進んでいるということもありますので、またね感染拡大してきております。でこれから寒い時期入ってきますのでね、感染ね、北半球は寒い時期入ってきますので、やっぱ感染しやすい状況がね整いつつありますのでですね、こちらも十分ね注意していただきたいなと思います。はい、以上本日は2021年11月の25日木曜日、金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。